まだある。がんば。グッジョブ。はい、ありがとうございます。ちょっと上がります。いけるいける。頑張っ。しっかり。しっかり。頑張っ。しっかり。頑張っ。頑張っ。頑張れ。ナイスナイス。はい、どうも。本日も岡山に行ってまいりましたので、その動画をお届けいたします。今回もね、動画をご視聴いただきありがとうございます。ぜひね、のんびりしていってください。よろしくお願いします。はい。小川山のですね、クジラ岩、まあ、ボルダーのクジラ岩の上にある、最高ルーフっていう、まあ、岩峰なのかなの、近くにある、最高ルーフ左の岩っていうところでまず登りました。こちらはね、スラブが何本かありまして、こちらがシライト 11CD ということで、やってみましたですね。はい、シライトは、下部がちょっとテクニカルで怖かったです。はい。3品目までぐらいが、まあ、革新というか、悪いパートが少し続くような形で、上部は、かかりのいいホールドがずっと続いている、ちょっとだけ長いルートですね。はい。この横隔一回下りまして、またちょっと傾斜を登るところが嫌な感じでした。はい。はい。この日はね、祝日だったんですけれども、割とね、駐車場も空いてまして、エリアも、ま、ルートの方は全然いなかったですね。はい。ただまあ、秋が深まってきて、気温が下がってきたんで、ボルダーの人が少し増えてきたかなっていう、印象ですね。リードやる人は少しずつ暖かいエリアに、移動してってるのかなっていうのは印象を受けます。今シーズン最後の小川みたいなのを SNS とかでよく見かけるので、まあ、ルートクライマーは少しずつ暖かい、奥多摩だったりとか、まあ、静岡とかはね、まだ多分暑いと思うんですけど、まあ、そっちの方にね、少しずつ行ってるのかなっていう印象ですね。はい。最近ですね、あの、岩場で、あの、山コレの方ですかとか、YouTube やってますかって声かけていただくことが、じわじわ増えてきてます。皆さん、ありがとうございます。はい。とても嬉しいですね。なんかあの僕の YouTube そんなにコメントをしてくださる方は
多くないので、実際にね、見てくれてる方のリアクションを聞かせていただけるのはとてもとてもありがたいです。はい、もしね、岩場で僕のことを見かけましたら、気軽に話しかけていただけると、とても嬉しいです。はい。まあ、テンパって変な対応しかできない時もあるかもしれないんですけど、ぜひお声かけください。はい。まあ、例年だともうこの時期はね、ボルダーゴリゴリやってるんですけど、今年はね、今年は、リードがめちゃくちゃ楽しくて、多分このままリードやってます。なんかそんな気がします。はい。まあ、小山でも、まあ、あと、最近御前岩にも行ったんですけど、まあ、御前岩でもね、なんか登りたいルートがちらほらありまして、まあ、それをね、やりに行こうかなって思っております。まあ、ラッキーなことにね、一緒に登ってくれる、まあ、友達が、まあ、各地にいるので、まあ、山梨で一緒にリードやる人が全然いないんですけど、まあ、関東の友達が結構遊んでくれるので、まあ、その皆さんにね、混ぜてもらいながら、はい、しばらくリードを楽しみたいなと思っております。はい。まあ、でも、たまにボルダーもやると思うんで、まあ、その動画もお届けできればと思います。はい。次のルートはですね、先ほど、登った白糸の右面にありますなでしという、ルートになります、こちらも出だしが悪いですね、2ピン目3ピン目ぐらいまでかな。これも株革新ですね。もう出だしがですね、なんだろう、ホールドの向きが全部同じ、まあ、右から見るとこう作業してるホールドがずっと続いてて、非常にバランスが取りづらかったですね。はい。まあ、マスターで登らせてもらったんですが、めちゃくちゃドキドキしました。もう最初から、おお、マジかと思いながら、手を進めていった感じですね。はい。ここのね、もういきなりここの寄せが、結構嫌な感じで、もじもじしちゃいました。一緒に行ったね、お友達は、まあ、出だしからこうクロスで入ったりしてて、まあ、そういうのが楽だったかもしれないですね。はい。結構こう、ドキドキしてます。左足がね、ちょっと薄くて、抜けませんように、抜けませんようにって思いながら、ムーブを起こしておりました。はい。この右足を切るところがドキドキポイントですね。で、まあ、ここを越えてしまえばですね、上は9か 10A ぐらいのガバガバスラブが、まあ、待ってるので、まあ、ほんと出だしだけに凝縮されてるルートっていう感じですね。はい。これが2ピン目。はい。これクリップして、上がれれば、まあ、ほぼ、大丈夫かなっていうようなルートになっております。最近はスラブをあまり集中的にやってないので、下手くそにね、なってる私なんですけれども、もう足が信じられないですね。はい。まあ、シューズがちょっとへたり気味っていうのもね、あるかもしれないんですが、なんかこう、一番こうスラブやってたのが、まあ、小山のランページっていう4段を登りたい時期で、で、あれランページ上部がスラブなので、まあ、その上部で苦戦しないためにね、集中的にね、スラブをやってる時期がありました。で、その時はね、結構、なんかこう感覚的に立てるっていうか、なんだろうな。まあ、何も考えずに結構うまくバランス取って、スラブ登れてる時期もあったんですけどね。うん、もうな、最近はね、
もうめっちゃほじってますよね。足で登るスラブなんですけども、ほぼ指で手で引いて登ってるっていう脳筋全開な感じで、はい、パワースラブをね、こなしております。スラブばっかやってるとね、まあ傾斜だったりとか普通のフェースの登りがねマジで、弱くなるので、まあ、バランス難しいんですけどね。あとスラブルートシューズの消耗が激しいから、まあ、あんまりやりたくないですね、はい。まあ、僕外ではスカルパのキメラをですねメインで履いておりまして、まあご存知の方も多いと思いますけども、キメラはモデルチェンジして、ちょっとシューズのがソフトになったんですよね。黒キメラって言われてるんですかね。そうで、黒キメラになってからまだ履いたことないんですけど、うん、この黄色キメラ、4足持ってるかな、1足ストックで今3足をまあ履いててリソールしながらちょっと回してるんですけど、まあなんかこうお気に入りのシューズがモデルチェンジしたりとかなくなっちゃうのはすごく悲しいですね。まあビジネス的な部分なんで、まあそれはしょうがないんですけど、キメラはねすごいいい靴なんでそのまま残ってほしかったんですが、気づいたらモデルチェンジしているという悲しい結末が待っておりました。なんか今ロストアローのアウトレットで旧キメラが安いんですよ。1万3000円ぐらいで買えるんですけど、残念ながら僕のサイズはなくてですね、シンデレラフィットのサイズがある方はめっちゃ安く買えるんで覗いてみてください。はい。あとは、EU42.5 のキメラをどっかで発見したらぜひ教えてください。すぐ買います。はい、こちらが最後のルートになります。こちらはタヌキ岩という、岩にある、自然薯 11AB ですね。こちらもまあスラブかな、80度前後ぐらいだと思います。タヌキ岩は、まあ、これもクジラ屋の上にあるんですけど、最高ルーフから、イムジン川とかがある殿様岩を通り過ぎていくとある大きい岩ですね。はい。こちらの自然薯はその岩の半分ぐらいまで行くルートなんですけど、まあ、同じ岩で、その倍ぐらい登るような、ルートもあります。まあ、トロロっていうトゥエルベイがあって、それやろうかなと思ったんですけど、あまりにも長すぎて、ちょっと取り付くのをやめました。はい。ちょっとね、めちゃくちゃ長くて、気持ちを入れていかないと無理だと思いました。はい。自然薯はね、一品目がね、めちゃくちゃ高くて、そこがまず、怖い。あと、一品目クリップ前のホールド、フレークが、すごいね、浮いてる感じ。もう、体重重い人が引いたら剥がれるだろうっていうぐらいな浮き方、浮き音っていうのかな、してましたので、もしトライする方がいたらね、気をつけて保持していただければと思います。優しく持ってあげてください。ホールドがね、壊れないように、優しく持つのは大事です。はい。で、前半はですね、クラック登りができる人、まあ、フットジャムとか、なんかそういうのができる人には簡単かもしれないです。僕はそういうスキルがなくて、フェース登りしかできないんで、結構パワー使ってしまいましたね。はい。ここもなんか意味わかんない観音で耐えてるんですけど、はい。フットジャムとかで足を突っ込んで登っていけると、楽みたいです。はい。僕にはできませんでした。はい。なので、踏んで、握って、効かせて上がっていくと。はい。保持で、しっかり保持って登っていきました。はい。この自然薯ですね。
とっても面白かったです。昇格心がねちょいちょいあってですね、ガバで休める部分もあるんですけど、結構気を抜けないムーブが多くてですね、はい、これを1回で飲まれたのはとても、嬉しかったですね。同行したお友達がね、マスターで登ってたんですけど、めちゃくちゃすごいなって思いました。多分僕マスターだったら、登れなかったですね。はい、これはねガバっぽかったんで飛びついちゃった人ですね。なんか刻めそうなホールドはあったんですけど、ちょっと足が悪くて僕はなんか落ちそうだったんで、目に入ったガバ棚に飛びつくというムーブをね、起こしました。はい、でここが中間部なんですけど、ここで一回一休み、できますね。しっかり足が腫れて、かつアンダーフレークがあるので、ここで整えていきたいところです。はい、で自然薯の革新はこの上ですね、上その次のクリップからさらに次までが革新っていう形で、構成されております。そんなことも知らずにねやってるんですけど、行ってみて悪くてびっくりするわけですよ。リードの面白いところですよね。事前情報をね、入れなければ、もうそこに行かないとわからないっていう。ボルダーだったらね、ある程度、もう全部見えるんで、ある程度予想はつくんですけど、リードはもう岩がでかいとね、ホールドなんて見えないんで、現場処理能力がすごく問われますね。はい。で、ここから確信なんですけど、めちゃくちゃ迷っております。はい、ここがね悪かったですね。なんか将棋の駒を持つみたいな、こうちょっと変な感じのピンチを持ってねハイステップしていくんですけど、そのムーブに至るまですごい悩みましたね、どうやっていこうか。前も言ったかもしれないですけど、少しずつこう壁の中にとどまることができるようにね、なってきてね、リードがより楽しくなってきましたね。はい。まだまだもちろん、持久力なくて、そんなに便数出せないんですけど、ボルダーとはちょっと違ったやっぱ達成感をね、味わえて、最高っていう感じです。さあ、ぼちぼち革新に突入していくでしょうか。まだ迷っておりますね。はい。早く行けよって感じですが、そろそろ行ってくれるんでしょうか。はい。で、足を上げて行こうとしたんですが、これが無理だと判断して、ムーブをちょっと変えると思います。これ届かなかったんですよね。で、はい、ステップで乗り込むと。で、これもなんかちょっと効かせてまた上げてくるのが怖いと。はい。なんとか確信を超えました。最近ですね、ぶら下がりでの撮影っていうのにちょっとハマってまして、この日も、友達のね、トライを上からね、撮影させてもらったんですけど、ちょっと動画はほとんどないんですけど、写真を撮ってまして、大変ですね。ぶら下がり撮影っていうのは。すごく体力と、あとは壁の中で待ってなきゃいけないんです。忍耐力がいるっていう。あと、なんか登りと撮影が中途半端になりがちって感じですね。自分のなんか、クライミングをしっかり確保するのはちょっと難しいかなっていう感じで。でも楽しいから気が向いたら、やりたいなって思いますね。なんかリードはやっぱ岩がでっかいんで、上から表情を入れて撮るとすごいかっこいいんですよね。今後もねちょっと機会があったらぶら下がって撮影したいなと思っておりますので、撮ってもいいよって人がいたらぜひ一緒に登りましょう。ぶら下がって撮影させていただきたいと思いますんで、ぜひお声掛けください。
はい、まあ、ぶら下がりのシステムいろいろあると思うんですけど、僕はちょっとまだいろいろ実験中でなんかやっぱ身をもってて経験してみないとね、その大変さがわからないんで、まあかなり他の人がやってないようなやり方っていうか、ただのパワームーブじゃないけど、すごい疲れるやり方でやってます。はい、早くアッセンダーが欲しいです。アッセンダーとアブミを買って早く楽に上がれるようになりたいなと思います。うん、まあでもね、身をもっていろいろ経験することでね、得られることっていうのはすごい大きいんで、はい、いい写真が撮れるようにね、精進したいと思います。はい、で自然薯のね、最後は結構ガバガバで気持ちよく登って終わりっていう感じですね。はい、この自然薯、まあそんなに長くないんですけど、登りごたえあってね、まあグレードも多分ドンピシャだし、めちゃくちゃいいルートだったんで、とてもとてもおすすめです。はい、でそんなに多分人が入んないエリアだと思うんで、まあ機会があればぜひやってみてください。12ぐらいやってる人も、まあ、それなりに楽しめるんじゃないかなと思いますので、どうぞどうぞやってみて感想を聞かせてください。はい、今日はこの3本で終了でございます。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。動画です。止まってた。楽しかったです。いい一日でした。いい一日でした。はい、あ、それは良かったです。これは何か使われそうな恐ろしいぞ。やばいとか言って。僕の動画に使わせていただきます。めちゃめちゃ惜しかったですね。またご一緒お願いします。いい笑顔、いい笑顔ですね。最高でした。